金町松戸関所の一金町松戸関所は江戸幕府により慶長年間に水戸街道の江戸防衛の要所として設けられた。金町と対岸の松戸地区を結ぶ江戸川の都線上を利用した関所である。現在の東京都葛飾区東金町にあった関所である。金町関所とも称される。金町松戸関所は江戸時代にト根川筋江戸川と水戸街道の都線上。 金町と松戸の間に設置された関所である。現那2年、家康の死後に関東河川の停線場に定め置き手書けが出され、戸根川筋の渡船場を拠点に設置された関所の一つである。常時4名の関所役人が置かれた。重関所に指定され、入り鉄砲に、デオンナを厳重に取り締まった。1869年に石所が廃止された後、 石書の建物はすべて取り壊され、石書跡は現在では江戸川河川敷機となっている。2003年3月、東京都下水道局金町ポンプ所の隣に金町石書跡の木の石碑が建てられた。石書の石書印やすずり箱は葛飾区郷土と天文の博物館に保存されている。金町松戸石書は水戸街道に置かれた唯一の石書である。 江戸川の金町と松戸の渡し場を拠点とした関所で、所在地に伴い金町松戸関所と呼ばれた。延響2年、金町松戸後関所絵図によると、金町塾の尽きる利根川に越谷川が注ぐ地点で、両面とも川に抱かれたところに、極小規模に作られたという。利根川、江戸川筋の関所配置源な2年、家康の死後に、 関東河川の停戦場に定めをきて書きが出された。江戸を出る女人と手追いの者は取り締まりを厳重にしていた。一停戦場以外の場所において、だりに往来の者を渡してはならない。一助や手追いその他怪しい者は、いずれの都船場において求め置き、早々江戸へ中心すること。ただし、堺忠敏発行の手形を所持する者は、意義なく通すこと。 一隣の村へ通行するほどこの都線上でも通して、良い。女人や手追いの者以外でも不信がなければ、その他の領主や、大官の手形を所持する者は渡して良い。一停線上であっても、女人、手追い、または怪しい者は、たとえ、堺忠都の手形を所持した者でも、通してはならない。一すべて江戸へ来る者は、改めるに及ばない。オフレが企画補修制による、 本間636から637ページ。また、寛永8年、幕閣の重心伝書のもとに、東国の各籍書規定を出し、女、手追い、欠落者など、怪しい者の,の取り締まりと、それを捕まえた者への報奨が達せられた。この規定書では、箱根、関宿、小仏などともに、小岩、市川、信号、川又、芝、五両、金町、 松戸、某川あたし、中田などの停戦状が記されていた。諸国五石所書き付けによると、金町松戸石所は、某川旅中田石所、小岩市川石所、小仏関所、新郷川又石所に、並び重要な石所とされている。諸国五石所書き付けこの印礼重期五石所この、印啓期五石所武州葛飾軍礼一望。 川旅中田五両零一金町松戸五両零一、小岩市川道道玉群零一小仏道道国、埼玉群零一新郷川又安倍の戸守る右五箇所の、文、女もには、ゴルス巨匠門を持って通る、諸国五石書,書書き付け、大島六十七の六十八ページ完成期には、某川旅中田石書、金町松戸石書、小岩市川石書、小仏石書館での番人の移動があった。 金町松戸関所については、某川旅高田関所へ、金町松戸関所から足立公衛門が以前と同じ、大二24票4人淵屋敷加作ともで挽回となる。その後へは、小岩市川関所の矢島勘志郎が挽回となった。関所間の挽回は、この時期だけであった。入り鉄砲で女は、江戸に持ち込まれる鉄砲と、江戸を出る女を取り締まった。入り鉄砲は、 江戸の治安の警備、デオンナは、江戸屋敷に、人質として置かれた大名の妻女が、両国に脱出するのを防止するためであったという。関所の検閲は、金町松戸戸石書旧記に記されており、入り鉄砲デオンナの監視が示されている。一手追いの物通行の規定一歩への囚人並びに、死害の通行規定一松平天根帽が、土浦より武具を運ぶに、 金町松戸関所を通過するに要する方式一関所、女通り手形、二ヶ月を限り、愛道すべく、孔一引っ越しの不死、女通り手形二ヶ月を限り、愛道すべく高一引っ越しの不死女通り手形二ヶ月を限り愛道すべく高一松平大学頭母の遺外が、三徳にもと出館につけ、金町松戸関所を通過一怒りの面々は、京国備前神よりの要請により、中夜共に通るを認める一木やビンゴ神の、ところかえに、 府女706人のうち、原因29人、関所を通り、笠間に入る一府市3人が、内藤主殿にお預けにつき、乗り物で岩木湯派生に行くため、通過一具足35両を笠間より、江戸屋敷に送るよう、老中の連署で通過を許す。金町松戸戸関所休憩、大島207-208ページ。金町関所後姫路2年に、関所は廃止となった。 金町の関所紙は、ゴルフ場に変わった。金町松戸関所関連の文化財には、金町松戸関所文書2冊付書印院他があり、東京都葛飾区指定文化財となっている。また金町関所、あと石踏みが、東金町8-23にある。コーディネーツ、井戸の値が無効です。ありがとうございます。